長くて硬く横に尖った歯がついたくちばしがあるこの魚、おそらく多くの方がこの外見から、おや、これはノコギリザメじゃないの？と思われたかもしれませんが、この魚をひっくり返してみるとサメじゃないことがわかります。どこか馴染みのあるこの姿は、まるで昨晩ラーメンを食べた後に寝て起きた私たちの顔を見ているようですが、目、鼻、口がくっきりしたこの魚はエイです。ノコギリのような糞があり、英語でもソーフィッシュ、私たちの国でもノコギリエイと呼ばれています。エイだと海にいると思いがちですが、ノコギリエイは珍しく淡水と海水を行き来しながら生活しているため、昔は川でも海でも多くの場所で発見されたといいます。しかし今は残念ながらその糞の形のせいで網などに引っかかりやすいため、個体数が急激に減っており、現在は絶滅危惧種に分類されています。このノコギリエイは一般的にサイズが大きく、本当に大きいエイだと7メートル以上まで育つといいます。そのうち体の3分の1から4分の1程度を長い糞が占めているんですよね。糞はとても長く平らな形をしていますが、横には尖った歯がついていて、これはノコギリエイの種類ごとに違うといいます。この長い尖った糞が私たちにはとても煩わしそうに見えますが、実は昔からノコギリエイが生存していく上で重要な役割を果たしてきたんだとか。このノコギリ部分を見ていただくと微細な穴が開いていますよね。これはロレンチーニ器官といって、弱い電流を感知するものです。この糞で生命体の電気を感知し、どんな物体の動きや音も探索することができ、暗い海で狩りをするとき第三の目のような役割をするのです。しかしこの糞の用途はこれだけではありません。実際に獲物を感知した後、糞を素早く揺らし気絶させ、尖ったノコギリ歯で侍のように魚を細かくささっと切り食べるのです。一般的な魚の場合、餌を一口で飲み込んだり口に入れて噛んで食べますが、ノコギリザメの場合、噛みちぎることができない口の構造を持っているため、餌が口にちゃんと入るように切り刻むといいます。人の歯が食べ物を細かく砕く役割をするように、エイのノコギリ歯は外に出た歯というわけなんですよね。このような恐ろしい歯がついた糞のせいで、ノコギリエイは昔からたくさんの噂に苦しめられてきました。16世紀に書かれたある本には、水泳をしている男性をノコギリエイが切り刻み、その一部を食べたという文があり、1930年に報道されたある記事には、フロリダの海辺でノコギリエイが人を攻撃し大怪我を負わせたという内容が載せられたりしました。しかしこれはノコギリエイの恐ろしい姿のせいで作られた怪談で、実際にはノコギリエイは人に攻撃的な姿は見せず、海中にいる人と会っても見向きもしない様子を見せます。しかしノコギリエイが意図しなくても、その糞が私たちの体に触れたら大怪我を負うこともあるため、近づかないのが身のためだと思われます。またこの恐ろしい糞を持つノコギリエイを多くの人がノコギリザメだと見間違えますが、ノコギリザメは 1.5 メートルほどで、ノコギリエイに比べてはるかに小さく、糞を詳しく見ると両側に長いヒゲがついているという特徴があり、砂底にいる獲物を感知するときに使用するといいます。もし海でノコギリザメとノコギリエイに会うことがあれば、ヒゲの有無で見分けるのがいいかもしれませんね。今日は3メートルのノコギリを口につけた恐ろしい糞を持つノコギリエイについて調べてみました。ご視聴ありがとうございました。